アメリカ合衆国情報安全保障監督局は1978年12月1日にカーター大統領の行政命令第12065号によって設立された政府機関国家安全に関わる機密情報を扱う機関であるため組織的にはアメリカ国立公文書記録管理局に属するが方針やガイドラインは アメリカ国家安全保障会議の指示に従う。アメリカ合衆国政府各機関で統一して、使用される機密レベル分類システムや国家作業安全保障計画の方針を決定し、監督する。アメリカ国家と国民を守るために、国家安全保障に関わる情報を守る一方で、必要最低限の情報のみを機密化し、保護される、必要のなくなった情報は速やかに、 一般公開することを目標にしている。活動内容は、以下の行政命令二つが柱となっている。2007年現在、約65の政府機関を国防総省チーム、外交、情報活動、国土安全保障、エネルギー、運輸チーム、民間チームの三つに分けて、連絡を取り合っている。リバティ号事件に関するアメリカ国家、安全保障局の報告書。 最高機密文書であったが、大統領行政命令第12,958号に、乗っ取り25年後の2003年7月に審査を経て、部分的に一般公開された。機密解除となったため、ページ上部と下部に表記されている最高機密通信防止情報が含まれていることを表すコード名が線で消されている。ただし、空白部分は25年経っても、 国家の安全に影響があると判断されて、いまだに非公開となっている情報。アメリカ合衆国の情報管理は大きく分けて、公開と非公開がある。最高機密セキュリティレベル3。情報の内容、または情報の収集手段が一般公開されると、国家安全に絶大な損害を与えるもの。最高機密扱いになる書類は少ない。極秘セキュリティレベル2。 一般公開されると国家安全に深刻な損害を与えるもの。大部分の資料は極秘扱いになっている。非セキュリティレベル1。一般公開されると国家安全に損害を与える可能性のあるものの3段階に分類される。非公開情報を閲覧するにはクリアランスが要求される。クリアランスはそれぞれのセキュリティレベルに見合うだけの心情調査を 受けて潔白であることが証明されたものにのみ発行される。特に暗号理論、軍事衛星、情報活動、核兵器に関わるものについてはさらに厳しい調査が行われる。また、ニード通ノーが設定されることもある。これは、機密情報の管理者が取るべき防衛手段の基準であり、トップシークレットとコンフィデンシャルの中間的機密である。 必ず知事項を取り扱うとき、管理者は情報開示前に、その受け取りでとなる人物にとって、任務遂行上その情報が不可欠かどうか確認しなくてはならない。秘密文書などには、いろいろな機密レベルの標識がついていることがある。また、公開情報の中にも、といったレッテルが貼られて取り扱い注意となり簡単に、閲覧、入手できないものがある。審査を通って、 一般公開されることになった非公開情報は機密解除扱いとなる。国家産業安全保障計画とは1993年にジョージ H ・ H.W. ブッシュ大統領が発令した行政命令第12829号によって設立され民間企業に対する機密文書の公開の必要性を審議し監督する。この計画方針の決定権は 国家安全保障会議にあるが、遂行の権利は伊藤局長が持つ。伊藤の指示の下権利上はアメリカ合衆国国防長官が執行官となるが、ニスプは4つの異なる安全保障機関に諸葛権を与えている。アメリカ国防総省、アメリカ合衆国エネルギー省、アメリカ中央情報局、アメリカ合衆国原子力規制委員会の4つで、それぞれに、 陽道の権力がある。1995年にクリントン大統領によって発令された行政命令。文書の機密化の新基準を設け、米国の安全保障紙や外交紙関連の書類の8億枚近くを公開した。今後近い将来に追加で何億枚かが公開される可能性がある。この行政命令の成果の一つとして、徴用期間が二十年以上持ち里眼をはじめとする。 超能力の調査を行っていたことが判明した。またクリントンが一般公開を望んでいたロズウェル事件など、UFO 関連の記録も対象となった。しかし大量の政府資料が審査不十分のまま、自動的に機密を外して、一般公開されたため国家安全に関わる情報などの漏洩の恐れがあり、クリントン自身が1999年に第13,142号で、 この命令を改正し、資料の内容を再検討して、国家安全を脅かす、可能性のある資料は、再び非公開することになった。2003年3月25日には、ジョージ・ W ・ブッシュ大統領の行政命令第13,292号によって、国家間テロリズムに対する防衛を含む、国家安全情報の機密化、漏洩阻止。 一般公開化の統一システムが改正された。アメリカ合衆国政府の業務資料は30年経つと、公文書館であるならに所有権を移行され、一般公開されるが、資料作成後30年以内は特別な許可がないと、閲覧が不可能で所有権も資料を発行した官庁が持っている。また行政命令第12,958号によって、機密資料は、 発行日の25年後に審査を経て一般公開されることに定められている。発行日より25年目以降の審査を受けようのが遺相である。米国では情報自由法に則っ,って公開規定日より前に非公開資料の閲覧を請求する者が多く、機密文書を25年以内に公開する場合の審査は遺相ではなく初期間間安全保障上訴委員会が行っている。 機密解除しない政府機関の調査なども行い、日本の情報公開、個人情報保護審議会に相当するものである。アイスキャップも行政命令第12958号により設立され、なら CIA 国家安全保障問題担当大統領補佐官、国務省、国防総省、司法省からの代表者6名で構成されている。大統領が この6名の中からアイスキャップの委員長を任命する。伊藤局長がアイスキャップの事務局長を兼ね、伊藤の職員がアイスキャップの事務などを行っている。ありがとうございます。